こんにちは、今回は涼しげな静かな渓流の風景画を空想で描いたので描き方を解説しながらご紹介していきます。まずはじめに川の形をなんとなく決めておきます。そしたらまずアゾイエローレモンとチタニウムホワイト、それからアゾイエローとブリリアントグリーンで、ローアンバーとブリリアントグリーン、サップグリーンとローアンバー、それから最後に、ローアンバとサップグリーンとランプブラックで、一番濃い茶色、緑を作っておきます。で、このぐらいのグラデーションのパターンを作っておいて、まずはじめに一番明るい色をこのようにハケの先端につけて軽くポン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 と叩くようにして、だんだんと周りに、暗めの色合いになっていくようにグラデーションをつけながら、つけていきます。この遠くの方の、葉っぱのこの木々の質感をこのね表現しながら描いていくので、この時はこうなぞるようにベタベタと塗るのではなくて、このようにハケをポンポンポンと軽く叩くようにして色をのせていくと、葉っぱの木々の質感を表現しながら色をのせていくことができますね。で、周りの部分は、思いっきり濃い色にしておきます。で、下のところにも、軽く色をのせておきます。そしたら、今塗ったこの緑色のだいたい中間色あたりに白を混ぜて、そこにほんの少しの青を混ぜます。これでまず水の土台の色を作ります。で、まず川の部分に、色をのせていきます。これは全体にのせていくんですが、このように、平筆を下に落とすようにして、筆の動きを下にスーッと落とすようにのせていきます。で、部分的に白をこのようにのせていきます。で、白をのせたら横にシューッと筆をなぞってあげる。下に落としてから横にシューッと。で、また影の色合いも少し入れておきます。この影の色合いを入れた時も、縦に筆を動かしてから横にシューシューと、このように平筆の向きを変えて、横にスーッと軽くなぞってあげると、この水面に映った木々のこういった水面の質感をね表現することができます。で、この境目のあたりっていうのは、濃いめの色合いにしてあげるといいかな、影が ある部分なのでね、いい感じになります。で、ここから岩を描いていきます。まずは、土台に黒を塗っておきます。この岩の描き方っていうのは、いろんな描き方があるんですけども、今日はね2つのパターンの描き方をねご紹介しようかなと思います。色をのせておいてから上にペインティングナイフでのせていくタイプと、削って、岩の質感を出すタイプとね、2パターンの描き方をねご紹介していきたいと思います。まずね、今ちょっと岩の間にほんの少しね土の部分をね描きました。あ、で、ちょっとねこれ乾かしてる間に遠くの方の、竹やぶのところをね先に描いてますね。この遠くのあたりに生えている竹、これは、光が当たっている強い部分っていうのは色を若干薄めの色合いにして、で、手前の方は少し明るめの色にしたりとか、この緑もね、先ほど作った緑がいろんな種類があるので、そのあたりをね混ぜながら色にちょっと変化を持たせて描いてあげるといい感じになるかなと思います。で、この左側の木々もね、ちょっとこの木にもねいろんな種類があるので、同じ色合いよりもちょっとこのようにね変化を持たせて描いてあげるとねいいんじゃないかなと思って、左側はちょっと茶色を加えて描きました。で、ここから、この扇筆を使って、木々の葉っぱを描いていきます。最初はこの木々の葉っぱを描くときっていうのは濃い色合いから描いて、だんだんとその上に明るめの、緑色っていう感じで、このね今これ明るい今度黄緑ですね、先ほどは、濃い緑で
描いた上からこのように明るい緑っていう風に2色3色使いで木々の葉っぱっていうのをね描いていくとうまく表現することができます。ちょっとこのね、緑に、濃淡をつけてあげるとねいいですね。でこの、扇筆っていうのは、こういったね細かい部分を描くときは全体を使うのではなくてこのね扇筆の全体の3分の1ぐらいの部分を使ってこの先端の方の葉っぱとかをね描くとうまく使えるんじゃないかなと思います。ちょっと最初はね使いにくいんですが慣れてくるとねとてもね便利な使いやすい筆なので、ちょっとねぜひチャレンジして使ってみてください。でこういったね扇筆、持ってないっていう方もねいらっしゃると思いますがこういった普段私がね木を描くときに使ってる今使ってるこれ切り替えましたね筆を固めのね、ボサボサになったちょっと使い古した筆なんかをこのように先端につけてポンポンポンと軽く叩くようにして使ってあげるとこのね木々の葉っぱっていうのをねうまくね表現することができます。これもね一色ではなくて濃い色合いをのせた上から明るい緑をこのようにのせていくと、いい感じにね表現することができます。でこの奥の方っていうのはこのちょっとねこのなんていうんですか生い茂ったこうね闇の中にある木々がこう手前にバーッとこう覆いかぶさるようにね出てきてますね。その部分の葉っぱの先端の部分にだけ明るい黄緑色とかをねこのようにポンポンポンと軽く叩くようにして、自然とねうっすらと消えていくように入れてあげるとものすごくね上手にね木を描くことができると思います。これをねもう部分的にこのようにね乗せてあげるとねいいと思います。あとね木の描き方とかそれからね扇筆の使い方とか、いろいろなね木の種類もあるんですけどもねこの、表現の仕方書き方とかね動画出してますのでねよかったらそちらも参考にしながら書いてみてください。このね、今塗っている色これもね、ちょっとだけこの緑に茶色をね加えてます。この緑もねただ緑で描くだけではなくてちょっとねこの茶色を緑の中に入れた色合いとかもね混ぜ合わせてあげるとそれだけねいろんな種類ができますよね。それから今からこれでまずね岩を描いていきますね。でまず1個目の描き方まずはここにこういったペインティングナイフを使ってで岩の表面にもうこれね乾いてるんでここにまずね黒をベースにまた乗せておきます。そうしたら、その上からねグレーをこのように部分的にね、つけて下にシュッとこうつけて下にほんのちょっとシュッとこうかすめるような感じでペインティングナイフの角度をねちょっとつけながらこう全体をつけるのではなくてちょっと斜めに半分浮かせた状態で、グレーの色合いをつけていってまたそこで色を削り取ったりしてでまたちょっとね白を多めに加えたものをこのようにつけたらシュッとこのようにねちょっと向きを変えながらここで角の部分でつけたらシュッとこうねかすめるような感じシュッとかすめるような感じで描いてあげるとねこういったね感じでね描くことができます。でまたこのペインティングナイフの横の部分にねこのようにつけてでこの横の部分でピョンとねつけてまたそれを下にシュッとね引っかくようにしてちょっとだけ引っかくようにしてね下にねずらしてあげたりとかこういったね感じでね描く岩の描き方もあるんですね。それからねちょっとねこれはね
難しいかもしれないですけど、今もう一個の書き方はこれはもうね、土台が乾いた状態です。で、先ほどのように黒で土台を塗らずに完全に乾いた黒の上からこのように、白とねグレーを色をペインティングナイフの後ろにつけて、こうねペインティングナイフのこの向きを変えながら角のところからシューッとねずらすようにしてつけていく描き方で、今ちょっとね先ほど描いた岩の部分、これ今削り取ってね、ここでもね今の描き方もう一度ねご紹介していきます。これ今削り取ったんで、もうね絵の具がついてない状態の黒にこのように角度をつけてシューッと下にスライドする。そうするとね、もうねこういったね不思議なね部分的についた部分とつかない部分とかができて、このね岩のね複雑なゴツゴツとした表面のね質感ってものをねこういった感じでね表現することができる描き方ですね。この描き方のが多分ね2つ目の描き方のがね、いいんじゃないかなと思いますが、どうですかね。このようにねつけたらシュッとずらす。この時にちょっとグレーにね色合いをちょっと変化を持たせてあげるとねよりいいかなと思います。でこのようにね角をつけてからほんのちょっとですね、ほんのちょっと浮かせるような感じでシューッとスライドさせてあげるとね描くことができます。でここからねこういったね先ほど木を描いた、木のね葉っぱを描いた筆でね苔をこの上に生やしていきます。で苔の色っていうのはこのね先ほどもご紹介したこの緑に茶色を、加えた色合いでちょっとね落ち着いた緑を作ります。でそれをね先ほどの、木のね葉っぱを描いた時と同じようにポン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 とね軽く叩くようにして、このね岩の上のあたりから、下のあたりまでスーッとね中間あたりまでかな、この苔のね生えている感じを想像しながら、軽く部分的にポン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 とこう叩くようにして色をのせてあげるとね、もうこれだけでねどうですか、このね岩に苔の生えたね感じをね表現することができますね。これもちょっとねこの緑に、少しこのね色合いもね明るめの緑とか暗めの緑とかね色に変化を持たせてあげるとねさらにねよりいいんじゃないかなと思います。このようにねちょっと部分的に明るい部分とかも作ったりするとねいいかなと思います。これはブリリアントグリーンとサップグリーンとローアンバーと白を合わせた色合いですね。こういったね緑に茶色をちょっと加えてあげるだけでねものすごくこのね落ち着いたね色合いをね表現することができるんですね。であとはこの影の部分もしっかりと、ここはもう真っ黒で、少しねかすめるようにして色をのせていきます。そしたら今度は、この水のところの境目の部分にもはっきりとした色合いをまた上からのせていきます。こういった影の部分っていうのもねしっかりと描いてあげることでよりこのね光の部分がね引き立ってくるので、こういったね影の部分はねしっかりと描いていきます。でこの右側にもねまたこの木の2本の木の間から覆いかぶさるようにして木々のね葉っぱがこうね生い茂ってる感じをね描いてあげるとねかなと思います。これもねスーッとね消えていくように先端の部分にだけ明るい色合いをこのようにねポンポンポンと軽く叩くようにして入れていきます。そしたらねここから、水に映った木々を描いていきます。これもね、一度ではなかなかねうまくいかないので、ね、何度も何度もこうしてね、木々の影になっている部分に濃い色合いをのせたら、その間に
明るい色合いをのせて、そしたら先ほどと同じようにこのね、縦に筆を下ろして横にスーッと流してあげる。そんな感じでね、描くとね、うまく表現できるかなと思います。影の部分を描いたら、このね、間の部分にもしっかりとね、色を入れて、入れたら横にスーッと筆を流してあげる。そうするとね、こういったね、質感、水に映った木々とかをね、うまく表現することができます。で、部分的にちょっとこのように、白い色合いをね、ポツンポツンと描いてあげると、またね、この水面のね、質感をね、表現することができます。で、遠くの方っていうのはね、すごく光が当たってる部分なので、遠くの方は、ね、少し明るめの色合いにして描いていきます。このね、質感を表現する筆使いっていうのを覚えておくと、よりね、絵はうまくに表現することができると思います。葉っぱを描くときは軽くポンポンポンとね、叩きつけるようにして描いて、葉っぱの質感を表現しましたよね。それから水を描くときは縦と横に筆をスーッと流すようにして、水の質感を表現しました。それから岩を描くときはね、ペインティングナイフで削り取るようにして、岩のゴツゴツした質感を表現して、それからこういったね、木の幹を描くときは縦に細かい筋をね、いくつか入れながら、ちょっとだけ圧をかけてね、ガサガサっとした質感を表現して描いていく。こんな感じでね、描くものによって筆の動かし方ってのはね、変わってくるのでね、そういったところを、覚えておくとね、いいかなと思います。あとはこの手前の葉っぱを少しだけ描いて、雑草を描いてあげるとね、よりこの遠近感ってものをね、表現することができると思います。ちょっと軽くね、手前の方に描いてあげて、これでもうね、完成ですね。いかがでしたでしょうか。少しでもね、参考にしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はね、よかったらぜひよろしくお願いいたします。